皆さんこんにちは、ダイタラです。超回転寿司ストライカー、今日も続きからです。さあ帝国本土エリア、ね、皇帝グロムじゃない、元帥グロムの元へ急いでいきましょう。さあ敵のレベルがもう34、かなり高いよね。まあ行くか。どうし、さあちょっとここは1戦目なので戦っちゃいましょうかね。なんか敵がかなりやらしいスキルとか使ってくるようになってきたからね、だいぶね戦いづらいんですよね。よし出た、かっこいい声の人。寿司フィールド展開。いい声してるよね。さてピンクの皿がもうやっぱ少なくなってきたけど、あ多いな、全然いける、全然いける。よしよし、うまい。よし、銀が全然ない。緑がね、炙りになってさ、寿司炙ったじゃん前回、覚えてるかと。ああ変な食っちゃったよ、爆弾ドーン。で今回はじゃあ爆弾と雷両方あるみたいな感じですかね、おそらく。マイウェイで行きましょう。銀の皿、食いまくれ。銀の皿食い。やーし、いやー自分の3だよこれ。待て、死んじゃう、普通に死んじゃう、これは。待て。これ、負ける。待て、爆弾も食らった、死んだ。これは戦争なんす。嘘やん、一戦目速攻負けたんやけど。敵強っ。嘘やろ。では改めてバトルします。いやさっきのなかったことにしてくれ、ほんとマジで負けたもんな、普通に。ねえ、あそこまで負けるってぐらい負けたね。よし、さて今回はね、そんな失態をしないように気をつけながら戦っていこうと思います。よし、だいぶ巧みにね、連つなげれるようになってきたと思う。なに、痛い、なに、いや、おけ地獄か。あえて祭りに合わせておけしてくるよね、ほんと。めっちゃ賢い。ねえ。めっちゃ賢くて、それがうざい。さあ、バイウェイ行こう。あー、雷、俺が取った瞬間にさ、地震ダメージだったね、これ。待て、次負ける。100連皿行こう。いや、これ負けるって、マジで。バイバイシュート打とう。よっしゃ、切り間やったー。ついよこいつ。父ちゃんいい部下じゃん。ね、父ちゃんの部下いい人ばっかだよね、今の。ね、寿司が好きだ。だけどグロム様のことを信じてついていくみたいな人が多いんですかね。おしや、さ、ペンゾーレベル高っか、お前。おいしい。お、いいですね、縁側。よきよきですね、これは。はい。ではでは、さっき進んでいきます。じゃあ次、ストーリーあるとこまで頑張りましょう。さて、8、隊長かな、次が。ね、レベル35だって。たっけえな。あ、イベントや。ついにここまで。まさか精鋭部隊までか、こんな。やっぱ父ちゃんの昔からの部下か？どいてくれ！手荒な真似はしたくねえ！バカな！そう言われて引き下がると思うか！さて、父ちゃんの部下精鋭部隊最後です。隊長、雪村。ですね、爆走の自動シュート封印使い。細かくシュート打って倒していきたいと思います。行きましょう。感謝のスライガー武蔵、戦うぜ。感謝グイ、相手動くなよ。なんで動くんだよっていつも思うんだけど、なあ、感謝してんだぞ俺は。みんなも感謝してるのかな、もしかしたら。感謝グイに対抗できるの、感謝グイ。父ちゃんの部下も、もう感謝グイの使い手の可能性が。うわー、なくなっちゃった。いや、爆弾が、あー痛い。向こうも爆弾食らった今、ザバ見えて。よし、いい皿がないな、全然今回。まずい。皿が全然積み重ならないや。よし、爆弾解除。さて、祭りの時間になって、マイウェイ。ウェイ。うわ、赤い皿多いな、今回。おー、いいね。30したら強い。ねえ。よし。で、100連皿して、みんな幸せになって、で、次、溜まったら撃とう、すぐ。よーし、くらえやー！ケイ！ギリギリやったな。バイバイシュートで終わらんかったな。我ら精鋭部隊でも圧倒する。寿司筋だ。お前、寿司筋いいな。な。俺も寿司食いてえな。いや、とどめのアタック少なかったもんね。残念でした。まあ、経験値たっぷり。ね。毒王。レベル40やで、たっか。みんな強すぎやろ、これ。よし。あ、俺じゃあ、メガネ割れた。見事。治った。ジューベイ様、いや、グロム様はこの奥、行くがよい。
な、一つ教えてくれ。帝国軍、なぜ敵だったものを父ちゃんやあんたらの仲間にした？それはグラード皇帝陛下の意向によるものが大きい。皇帝なんだね。なんじゃと。皇帝の意向？陛下は先の対戦中、ああね、父である先代皇帝を失われ、お寂しい身だった。おそらく父親のような存在が欲しかったのだろう。一緒に寿司を食べてくれね。理想の父親が、あ、父親代わりってこと。俺の父ちゃんだってことだな。何が父親だ、実の息子ほったらかしにしといて。本当だよね。武蔵怒ってええぞ、そこは。さあ、俺の父ちゃんだって怒れ怒れ。さて、門。うわ、またこれ、電磁砲みたいなんじゃん、これ。ねえ、宮殿前か、宮殿城門か。うっし、来たか。こんにちは、父ちゃん。あの状況から寿司保管計画を破り、こうしてまた私の前に立つとは。武蔵。強くなったな。強くな。あんたが。でしょ？どんな思いでその道を選んだかは分かった。でも納得できねえ。どうして俺を一人ぼっちにした？そうだな。親として許されることではない。だが仕方がなかった。なんで？すべては寿司のため。寿司は息子を上回る？何事も。確かに一つの道を極めんとすれば、それは必ず一個人の問題ではなくなる。何でもそうやで、なんか頑張っていったどんどんな YouTuber も一緒やで、だんだん大きくなった個人でやってたつもりなのに、なんかいろんな人がしがらみついてくるからな、大変なんやで。みんな、あ、この大人の話やめとこうか。俺はこれ以上誰も巻き込みたくなかった。お前という存在を犠牲にしたくなかった。犠牲るな。なや、勝手なこと言って。寿司が家族をバラバラにするなんておかしいぜ。私に寿司の何たるかを解くとは立派になったものだ。だが俺は自ら進んだ道を誤りだと思わん。武蔵。ねえ、お前の考える寿司ならば、正しさは自分の力で貫き通せ。電磁砲用意。電磁砲？戦え&かい、お父ちゃん。ぶっ壊してやる。さあ、バトル行こうか。電磁砲戦です。まあ、いつも通りでしょう。今回も20皿積まないとダメってやつかな。超秘密兵器でーす。やってみましょうか。目標を補足。壁あんのかな、これは、今回は。あ、壁ある。行くぜ、勝負だ。え、どういうこと？ちょっと待って、これ壁どうすんの、これ。ちょっと待って、あれ超速回転で動いてるけど、あ、今タイミング見計らって打たなきゃいけないとか、多分そういう感じかな、おそらく。ね、流れてる時は多分打っても止められるから、壁が止まってる。タイ、あ、今23なさら無駄になってもった。ちょっと喋ってたらもったいねえ。で、爆弾流れてこねえ、爆弾流れてこねえ、流れてきたやつと。よし、オッケー、ボム解除、2連発。ちょ、だ、早い、流れるのが。さあ、マイメイグーってさ、ここは。ねえ、銀の皿がたくさんあって、嬉しいな。充填完了まで、あと50秒。あと50秒、時間が思ったよりない。で、100連皿。皿流れの早いんだよな、今回。よし。無解除、残り30秒。金の皿やん、これ。うーわー、全然ね、マイウェイ食い。ボム解除、アップで20秒。これはやばい。まずいまずいまずい、本気でまずい、本気でまずい、本気でまずい。10秒しかないって。バイバイシュート、くらえくらえって。しゃ、勝った勝った。総員退去。わあ、危ねえ。電磁砲ごときでは武蔵様は止められないか。で、武蔵様呼ばわり、やっぱグロムの、ね、部下ってことなんやな、この辺りは。いやー、ギリギリだった、ほんと。よし、さて、これで道中のね、敵は全部やっつけたはずだ。ボス戦だぞ、多分次かかってこいや。いや、俺がかかりに行くんか。出た、絶対グローブだ。宮殿入り口、行くぞ。戦おう、父ちゃんと。はあ、アニメーションやん、これ。すごい煙が、父ちゃん、やばい。武蔵、行くぞ。父がどんな思いで寿司と向き合ってきたか。感謝食べしてくんじゃん、こいつ。僕と感じよう。わ、出た、来るぞ、感謝食べじゃ。ああ、美しい。あん、あ、あん、こっちも対抗や。感謝食べが効かないだと。こちらも寿司に感謝を。
寿司にありがとう。なるほど、感謝食べ返しか。自らも感謝食べを発動することで俺の感謝食べの効果を相殺するとは。いやでも相殺できてなくね。なるほど、寿司への熱き思い、この父に劣らぬということだな。寿司に出会ってからの時間は父ちゃんの方が長いかもしれない。でもな、寿司と一緒に過ごしてきた時間の濃さは、そして寿司が好きな気持ちは誰にも負けねえぜ。息子よ、この父を超えてみよう。パクリパクリ何も言わへん、こっちの方が美しい。何やこのバトル。寿司で踊ってるダンスバトルだ。なんやこのゲーム。戦おう、元帥グロムです。ゴーライと人類の戦いで、向こうがめんどくさいな。攻撃力アップですね。ゴーライの必殺技、雷撃シュート、電撃シュートの上位互換か、これは。で、ソウルシュート、組み合わせがやばいですね。どっちもね、攻撃力がアップするってスキルですので、ワンチャン速攻負けるかもしんない。あ、B ボタン押しちゃった。で、戦いましょう。よろしくお願いします。勝てるかなこれ。感謝の寿司ライカー、武蔵バトルグロム。押して参る。体力多いなこれ。ちょっとしたプレミで負けると思うので、鮮やかな戦いっぷりを皆さんに見せつけていこうと思います、今回は。で、鮮やかな寿司のつなぎ方。これが、寿司を極めた男のプレイング。見るがいい、みんな。これが感謝食べや。実質感謝食べ。よし。はい。よしよし。銀の皿を重ねて、いいよ。さて、今で、17皿、100連皿も打てる。よし。で、これでいこう。100連皿で、また祭り。バイバイシュート打っちゃうもん、これ。くらえやくらえや。あ、いや、勝ったでしょ。速攻終わった。雑骨何もさせねえんだ。武蔵、よくぞ父を打ち倒した。バイバイシュート様々や、マジで。おーし、一瞬で終わらしたぜ。どうだ、父ちゃん。これが、俺の寿司筋だ。レベルがっつりやがったな、今。やったぜ。さあ、どうなんだ、これで。うん。あ、な、な、服脱げた。これが、お前の寿司か。父ちゃん、なんで脱いだん、服。武蔵。よくぞ、父を倒した。そして。よくぞ、気づかせてくれた、俺が忘れていたことを。何難しいことはわかんねえや。俺は。寿司を食べてただけさ、父ちゃんと二人で。武蔵は。激しい戦いであっても父と共に寿司を食べる、その喜びを感じていた。悲しみや憎しみ以上、喜びを。ふう。グロムよ、いや、ジューベイ、武蔵を見て分かったであろう。寿司を食べるな、その本当の意味ということやろな。うまい。ああ、俺は理想を追い求める、あまり大切なことを見落としていた。寿司は人を笑顔にするもの。寿司は人と人をつなぐもの。寿司によって肉親同士が争うなどあってはならないことだ。せやろ、やっとわかった。うむ、その通りじゃ。武蔵、悲しい思いを させたな。結局お前を巻き込んでしまった。いいんだ、こうしてまた会えただけで。俺は帝国軍の元帥グロムはいない。お前の父に戻らせてくれ。え、これでもう将軍全員と元帥もいなくなったやん。帝国軍艦隊解体やろこれ。うわっ、父ちゃん。でも子供やもんな、武蔵はまだな、親が必要だよ。まだあるの。第9章決戦ってことは、あ、皇帝陛下倒してねえからってこと。グロムはジューベイと戻り、解放戦線の位置に加わった。加わったの。頂点である元帥が去った帝国軍の混乱は大きく、戦況は解放戦線有利へと傾き出す。一方、解放戦線の本体はついに帝国宮殿に到着。今まさに決戦の時を迎えようとしていた。だが武蔵はその前にどうしても聞いておきたいことがあったんだ。何？父ちゃん。あ、そうや、母ちゃんか。
教えてくれ母ちゃんのこと。母ちゃん、一体どうなったんだ。そうだよ、どこいるんだ母ちゃん。お前の母は真珠の森で祠を守る巫女であり、寿司神の研究者でもあった。寿司を愛する俺たちは、はあ、惹かれ合い結婚した。そして全ての寿司を平等にと、理想を掲げる共和国の一員として、あの戦いに世界寿司大戦に身を投じた。え、母ちゃん亡くなったんやろ。でもね、しかし共和国の中枢は腐っていた、うん、寿司自体を変えるな。龍馬はね、龍馬たちの非道な食べ方、シャリ捨てるっていうクソ野郎やもんな、あいつら。彼らと対立したが、その時はまだ成功法でねじ伏せる力がなかった。対決に敗れ軍から折れた俺は一時生死不明にまでなった。あら、ひどい。その後なんとか家に帰り着いたが、ね、時遅く母さんは、まさか。どういうこと。母さんは全てに絶望した彼女は、え、鎮守の森にある大寿司ゲートの中に身を投じていた。寿司ゲートの中に身を投じる。全ての寿司ゲートの頂点であるあれか。どういうこと。寿司ゲートの中に入った人間どうなんだ。わしにもわからん。全ては大寿司神様のおぼし飯としか。大寿司神様ってなんだよ。だが俺はいつか戻ってくると信じている。あ、母ちゃんまだ生きてる可能性あんねや。じゃあ寿司が争いと憎しみの道具でなくなり、平和に食べられる世界が実現すれば。しかしそのためにね、帝国の寿司支配に加担したのは今思えば早計であった。そうか、父ちゃんが帝国に行ったのは母ちゃんのためであったのか。武蔵、お前なら俺と違うやり方で実現できると信じてる。俺が倒せなかった龍馬を倒し、そうやな、感謝旅も封じ込めた。お前なら強すぎやろ武蔵。父の思いをついてくれ。ああ、才能マンやん完全。よし任せろ。ねえ、さて出てきてしまった帝国宮殿です。これが最終エリアなんかな。ね、多分下見えないとこあるけど、ここもなんかあるけど、あれはなんかね、なんかやれば出てくるらしいなんかやれば出てくるらしいってなんだよよし、さあ鎮守の森なんかある。なんもないか。よし、ではでは皆様、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回ね、ここ、帝国宮殿行って皇帝陛下ぶっ倒してやりましょうね。チャンネル登録されてない方チャンネル登録、あと高評価やあとコメントなどなど適当によろしくお願いします。またみんなで寿司食いに行こうな。お疲れ様。